うしても回転がかかってしまうんですよね。さあ第1ゲームスタートです。パーソン選手からのサービス、こういう感じで、こう逆も ピンで返した場合にも、はい、あの角度をちゃんと変えてますよね。であの打ってくれる選手っていうのはカット前にとっては比較的やりやすいんですよね。あ、私のタイプですね。っていうのはもう一旦角度が合うとどんなボールでも入ってきますからね。それが打つ方がいろいろ回転を変えてしまうとかね、ネットミスをしてしまうとか、はい、3球目攻撃ドライブを打った。ってる方もやっぱり変化をつけていかないといけないんですよね、はい、回転がかかったりかからなかったり、そういうような打ち方をしないとカット打ちがうまいとは言えないですよね。それ見極めるのが難しいのではないかなと思うんですよ。まあ、パーソン選手はいとも簡単に返してますけれども、そうですね、ですから自分の打った回転が強ければ強く切れて返ってくる、はい、あんまり強くなければそんなに切れないと、はい、ノー回転で打った場合にはほとんど切れてない、これは切れてますよね。そうだから相当持ち上げましたね今のところもね、はい、できるでしょうか。リングスピードによる回転ですね、はい、それでフォア側へ持っていったんですよね。ぐらいで帰ってきてるからオーバーミスしたわけですよね。行きたいでしょうね、気持ちとしてはね、小さく返してきましたよね、小さく返してくるぞっていうところが、入ってる。あ、これはどうにもならない、打ちました。したがって第1ゲームは、さあ第2ゲームスタートです。松下選手からのサービス、スマッシュサービス、松下選手の2ポイントリード、打ち返した。非常に良くなってるんですよね。あのボールというのはこれはナックルみたいな、いやナックルじゃなくてね、回転かかってますね、時間がない場合にあれをやるわけですよね、はい、ドライブで反撃大事なんですよ、はい、カットができないタイミングの時に、ラケットを横に出してそのままあの全身回転で返す、はい、ね、ああ持ってね、ええ、カチッと出てるわけです。インパクトが非常に強いんですよ。体勢っていうのは、どうしてもこう打ったら打ったままの姿勢になりが、これですね。そうです。エッジで入ります。さあ松下選手のサービス、どう握りました松下選手、
まい。3球目強打を放ってポイントにしました。したがって第2ゲームは12対10。松下選手、相手の顔を見たらね、相手が何を考えてるかっていうのを分かるようにならなくちゃダメだと。そうじゃないと一流の選手になれないと、ならなくちゃダメだよっていう話はよくしましたですけどね。そういうところ、相手の顔を相手だろうなっていうのは。こう、はい。やっぱり自分の頭の中の整理をするとか、相手が何を考えているか、はい、もう一度再確認しようと。ハンドでバックへ打つわけです、はい、だからすごく深くなるんですよね、バック行くのが、はい、強打を決めましての攻撃ということですよね。そうですね、カットが特に浅くなった場合にはどちらに振られても振られ非常に分からないですから。返せる返せる松井さん。ナイスボール。届くか、届いた。あですけどね、松田選手は。さ、ネット。ね、さあ。セブンナイン。はい。スマッシュ。決まった。技術は向上しないということですよね。そうですね。ネットにあって、ね、練習時間何時間あっても足んないんですよ。これはいいですね。バックハンドで大きく振られたりするもんですから、はい、今日長いボールを遅れてますよね、はい、だからスマッシュとか強打につながってこないよ。止めてるんですよ。ですからラケットの先だけがピャッとこう触れてるわけです。あれはあるもんですから、はい、フォアへ返してるんですけど、フォア側までバックで回ってバックハンドですからね。さあネットに引っ掛けた。素晴らしいですけど ね。さあファイナルゲームスタートです。バックハンド、ああいう風になるわけですよね、ポイントリード。とドライブ。あれからフラットに打てれば本当に一番いいんですけどね。ストレートでも。曲げたですね。入ってる。さあド
ライブを出して挑んでおります松下選手。そうですね。ミスしないんですけどね、はい、パーソンズ。選手ね、はい、おお、これはね、取りました松下選手。松下選手対パーソン選手。いやー素晴らしい。3対2